さてと、めちゃくちゃ仮の固定具で固定してみましたけど、どうかな？固定できるかどうかはわからない。さあ。まあ、トイレ押しましたし、チャット行きましょうか。あ、まだこの先いくらでもね、やりますからね。ちょっと、お昼どうしようかなと思ったけど。まあ、どうせなら行った先の方で食べたいなっていうのもありますからね。ここら辺はね、まあ別にちょいちょいと来るところなんで。さあ、早速、進んでいきましょう。で、トークのネタとしては、あれか、鉄道会社にね、貢献しやすい、するのに、いい方法っていうのでね、まあ、実際に乗って、その、ね、乗りに行くっていうのが一つ。まあ、これはね、もちろん、ね、重要なところですよ、っていうところなんですけど、意外と、鉄道会社さんの計算方法の穴で、それが、実際には乗りに行ってても、なんかあんまり、その貢献してることに反映がされてないっていうことがあるので、そのあたりを、抑えてね、乗車券の買い方とかね、ちょっと入場券を買うとかね、そういうようなだけでもちょっと効果ありますよってところですよ、ということですね。まあ、ですので、あれです。私、以前、どこだったっけ？合格駅行った時に、まあ、あれはちょっと視聴者サンプルデートね、兼ねておったっていうのもありますけど、同じね、行き先の切符を、大人4名分ね、買って、で、まあ、1枚は実際に使ったんですけど、3枚はね、で、実際にね、その使う、あれではなくて、まあ、お守り代わりね、降格行きっていうので、まあ、ちょうどお守りにいいやっていうのでね、カードに使ってましたけど、ああいうような感じですよね。そのやつを買うとか。まあ、スーツさんなんかもなんか、一日だけ黒字にしてみたって言って、その赤字になってる分の20万円分だったかな？何十万円だったっけ？の切符で調子でですね、全部、買うとかね、いうのをやったりしてましたけど。そういうような感じのお金流すっていう方法もあるんですね。うん。あれは、それだと、運行のやつに入りますし、まあ、地方自治体の場合は、その一度制なんでね、私もさっき、あれは、大井川鉄とか、でね、やってましたけど、そのあたりとかを、抑えるっていうのは、その、なんであれやってたかっていうと、そういうような感じで、明確にそのね、やつだっていうふうにできますので、うん、そういうような感じですから、大人2名分かっちゃうとかね、いうような方だってありますよっていうのはありますけど、もうちょっとね、クリーな、ここで、クリーン、まあ別に、ダメな映画だっていうわけではないんですけどね、手っ取り早い方法としては、これがありますね。次にあげるとしたら、グッズを買うですね。で、これは別に通販でもどこでもいいです。まあ実際にね、乗りに行って、さらにグッズを買って、ね、楽しむっていうのも非常にいいんじゃないかなと思います。ですから、どれね、特に地方施設の場合はね、このあたりとかが重要になってきます。まあまあ、地方施設の場合は、その乗ってね、フリー切符を買うっていうのも全然十分、重要になりますけどね。うん。この路線が運動じゃなくて、ね、会社の方にね、利益が入るっていうのは必要に、やっぱ重要になってきますから。で、それで、ね、まあ、公式で売っている物をね、買うっていうのも大事です。必要に大きくなってきますし、ただその公式じゃないやつを買うっていうのでもね、それで沿線化で潤ってますよっていう、いや、地域波及効果がありますよっていうのが、裏付けでされていくと、まだその地域でね、残すのに、重要な目的になっているなっていうふうになってきますから、そういう要素もあります。うん。ね。っていう場合で、グッズを買うというのがあります。ただ、グッズのところで言うと、まあ、デメリットというか、を挙げると、やはり商品開発費とかがかかるわけですよ。うん。ですから、商品開発能力が薄いところだと、なかなか、競争になかなか入っていけないところがあるし、うん、っていうのがありますね。で、通販だと結構手数料でね、楽天とかだと思ってかれるっていうことなんで、そのあたりとかのことを考える、
と、またちょっと、厳しい側面があったりするよと、いうことなんですね。ですから、その、ね、これの成功例としては有名なところ、銚子電鉄さんがね、ありますけど、あそこはもう、いわゆる、その、商品開発能力がめちゃくちゃ、チートレベルで作れてたと。その強みを生かしてるっていうところがあったりしますよね。うん。まあ、ですので、その魅力的なグッズを作ってるところは、それを、買うっていうのも一つ、まあ、銚子電鉄のね、まずい棒だったりとかね、せんべいとかね、買ったりするというのも、一つ、それは、ぬれせんべいか、ね、買ったりするっていうのも、もちろん、十分な貢献になりますが、です。これだとね、その、特に地域で作ってるやつを、それで販売してるっていうなると、その、地域波及効果がもうまた、シナジーとして生まれますから、っていうところがあったりするんですけど、まあ、いかんせんその開発にコストがかかるという、売れるね、確認しないといけないとか、そういうのもあったりするんで、うん。でその、まあ、言うなれば、ボロ儲けさせた方がいいわけですよ。鉄道会社さんをね。っていうところに行くと、まあ、もちろんこちらでも見返りが非常に大きいっていう意味で、コスパもいいんですけど、逆に言うとそれは、鉄道会社さんにとってみれば、なかなか、それで、鉄道路線の、にボロ儲けを転嫁するっていう方法ができない。まあ、ですから、ボロ儲けして、それを、だから、言うなれば東海道新幹線みたいなものですよね。東海道新幹線が地域、あれが営業件数80ぐらいなのかな。うん。で、まあ、あれだけの利用数がいて、100円あたりで、100円稼ぐのに、ですから、80円で済んでる。だから20円ずつ稼げるよってなってくると、運行してる量と使ってる人の数が全然違うじゃないですか。ですから、億単位でね、当然、何億で聞かないのかな。うん。売り上げ、運動で聞かないですよね。うん。です。っていう、すごい。力があってね、っていうところだったりするわけでございますね。ですからそれに変わるようなものとして、そのですから、まあ、その商品開発するときにすごくめちゃくちゃボロ儲けできる商材だったりですけど、まずい棒とかでも多分原価率 30% ぐらい使ってるでしょ。50はかかってるかな、うん、っていうところなんで。ね、そうすると、まあ、あそこまでね、売れてしまえば、人気になって売れてしまったら、まあ、それがね、一つの看板にもなってますし、いいんですけど、なかなかそこまで、地方施設がね、開発した商品で行くってことがまずないですから。ってことは、これは、どの会社さんでもできることかっていうと、ちょっと怪しいし、ですから、安易に手を出すと、結局、在庫を抱えて逆に赤字を増やしてしまうようなことになりますからね。そこが大変だったりするんですよね。っていうのが大事しますよと。いうふうになってくると、次に上げるとすると何かな？あれがあった。そういう意味で、じゃあ、ボロ儲けって言ったら、ダイレクトにお金を投入するって、めちゃくちゃいいじゃん、ということになりますよね。ですので、これが出てきますよね。クラウドファンディング。これはね、大きいところがあったりします。クラウドファンディングだと、直接そのお金がドンと入ります。まあ、リターンとかがね、ありますよっていう設定になってます。あれはもう、完全にその、例えば、ね、設備更新のためにクラウドファンディングしますって言ってね、やって、いるようなやつの場合は、まあ、もちろん返礼品とかは、で、ね、魅力的なものを送っていく必要はありますけど、基本的には、それに対する、貢献、っていうような感じの、お金集めになるんで、そこまでその、ね、利率が、高くないものでも、やりますし、そういう意味で言うと、まあ、目的はね、しっかりと明示してもらう必要がありますけど、ご継続のためとかっていうのぐらいでもいいんですよね。うん。で、そういったような明確な、その、で、どういうのに当てますよっていうようなところがあってね、出してもらうっていうので、それに使ってもらうっていう意味で貢献できるっていうんでね。いう意味で言えば、まあ、ダイレクトにね、しかもその、どうしても乗車券でね、買うとかってなると、フリーキップとかでもね、まあ、1000円とか1500円とか、2000円とか1000円とか2000円とかで、それぐらいで作るじゃないですか。まあ、高くて4000円とかぐらいかなってなってきますけど、まあ、クラウドファンディングでしたら、万単位のね、お金をね、一人でドンと出すこともできますから、
貢献しやすくなりますよね。っていうのはあるんで、クラウドファンディングは結構ありだったりしますね。ただこのクラウドファンディングというのも基本的な、問題点としては一時金なんですよね。一時的に設備投資、例えばね、車両更新、車検代がないですよ。ね。あれも、実はこれ、どこだったっけ？あれ、銚子電鉄の車両から言ってたっけ？急に補助金がね、地方施設への補助金打ち切りになって、車両更新が急に難しくなったよとかっていうような話とかもあったりしますから、難しいところではあるんですけど、まあ、さ、感じで、一時死の、要は、言い方が悪いで、一時死の的な面も大きいんで、これがね、定期的にね、で、一応、そのクラウドファンディングって、その、今月も、支援お願いしますみたいな感じのやつじゃないんで、いわゆる免縮みたいなね、形ではないんで、そこら辺がね、ちょっと、大きなネックになってくるのかな、というところがあったりしますよね。っていうところとかでね、じゃあね、何がいいのか、俺はね、とにかくそんなね、お金は持ってるよ。まあ私と違ってね、お金は持ってるんだよ。お金は持ってるから、もっとね、効果的に、その、貢献できる方法、ないのかっていうところなんですけど、一番、実は貢献できる、意外な方法、忘れがちな方法があるんでね、それをね、最後に紹介しよう。これが多分私が考える、お金をいくらでも出せるんだったらね、一番いい方法はこれです。通勤定期を買うですね。通勤定期券を買う。もっと。何を言ってんやってん、通勤定期って、ね、通勤をしやるのに定期券、ね、買うってどういうことやらやだって、通勤しやんのに買いやんやんと思うかもしれません。これね、意外と忘れられがちなんですけど、通学定期はそうなんですよ。通学定期券はあれ割引になりますけど、値段ね安くなりますけど、通学定期券は通学利用目的以外での購入はできないんですね。ですから、実際に通学証明書を出したりだとか、学生証を出したりしてね、有効な学生証を示して、私はこの学校に行きたいんです。まあ私も大学の時に学生定期買ってました。大学のね、学生証を出して、で、私は、どこどこまで通うの、学生定期券を購入したいですって言ったら、確認して、はい、有効な学生証だから、学生さんたちじゃあ、まあ、そうだよね、学校行くのに、やことまで、まあ、うちの場合、上司ですけど、中京だったら、ね、やことまで、行くのに、定期券ね、はい、じゃあ、OK ですよっていうような感じで、買いますよというのがあったりします。なので、これは、実際にその学校に、在籍してるよとか、実際に利用するために買いますよっていうのでないとダメですよってなってるんですけど、実は通勤定期券は、通勤以外の利用でも買えるんですよ。実はね、ここのところが忘れられがちなんですけどね。要は通勤定期で通勤目的以外で、買うと何が問題かというと、要は、会社の経費で落ちないっていうだけなんですよ。会社の経費で落とすには、その、ね、会社に申請した、区間でこういうふうに買いますって言って、で、そこで、領収書が、落ちるよっていうような感じなんですよね。私、実際その、通勤で、電車通勤っていうのをしたことがない。マイカー通勤しかしたことないんですから、あんまりその、詳しくもないんですけど、まあ、基本的な流れとしてはそういうような感じですよ、ということですよね。となった場合にですよ、その通勤定期だと、買ったことある人ならわかると思うんですけど、通学定期と違って結構高いんですよね。ましてやこれ全区間ね、例えば地方路線の全区間を買おうと思うと、多分1ヶ月の定期券でも多分満タンには行きますよね。っていう風になってくるわけですよ。多分往復で20往復ぐらいの利用を想定してるんですよね。それぐらいの運賃計算になってるんで。だからまあいい値段になってくるよというわけでございます。これ年間定期とかになってきたらね、半年とか年間定期になってくると結構いい額になるわけですよ。これは逆に言い換えてみれば定期券ってね、まあ、切符1枚で済むわけじゃないですか。その、切符1枚、ね、まあ、時期かのか、以降かは、あれ、ね、今はいろいろありますけど、あれを
発行するだけで、何万円っていうお金をダイレクトに、その鉄道会社さんに落とせるよ、というのがメリット。で、これ、JR の地方路線なんかの場合だと、この通勤定期の場合は、どこからどこまでってね、ちゃんと経路を、説明して買わないといけない。これは、その、運行経路の計算に入るんですよ。営業係数的にもね。うん。逆に言うと、今、営業係数って入ってるのは、この学生定期と通勤定期ぐらいしか実質計算に入ってないっていう思ってもいいぐらいなんですよね。うん。あとは現金で先頭の車両のところでジャラジャラジャラって現金生産をする人。あの人たちはまあ、そのね、現金生産やとって、長い時間食っとるなとかと思うかもしれないけど、あれは多分ダイレクトに、そこの料金として証明されるんで、うん。実はあれが一番ダイレクトに書いてるんですけど、同じような感じで、その、定期券、今回はその満タイのお金をダイレクトにその路線に私は貢献しますよってね、いうふうにすることができます。まあもちろんそれによって得られるリターンとしてはそこのやつは乗り放題になります。当然通勤定期ですからね。うん。ただその経費で落とせないよってだけで自腹になりますよっていうだけなんで、特にその通勤定期を買うっていうのに関しては、どこどこの価格ね、どこの会社に勤めてるんやみたいなので、じゃあ、これ、ここに自治体がいるやないかとか、そんなような審査はないはずなんですよ。ないはず。まあ、もしかしたら鉄道会社さんによってはあるかもしれませんけどね。うん。まあ、そこはちょっと、事前にちらっと、見てもらった方がいいかもしれませんけど、基本的には、通学定期と違って通勤定期の場合は、買えますよ。誰でも買えますよ。うん。通学定期はその学生利用っていう、公共目的のためっていうのでかなりお安くするんで、半額以下になりますもんね、会社さんによっては。ですから、うん、その分、あれですよね。まあその価格でもその会社の経費として落とせますよねっていうような前提なんで通勤定期は、値段はね、ガツッとかかりますけど、逆に言えばそれはすごくコスパよく、だって、言ってしまえば、鉄道会社さん的には、切符1枚発行するだけでね、ちょっと大きめの切符を1枚発行するだけで、何万円っていうお金が入ってくるんで、一番コスパいいですからね。うん。コスパいいし、ちゃんとその路線貢献、JR とかでもその路線貢献っていう風に証明ができますから。うん。っていうところでいくと、うちは、実は、本当にお金に余裕があるんだったらそういうのもあるかなと思います。まあ、もしくはね、結構そのあたり、地域貢献向けっていうので、地域の方は、在住証明とかを見せると、地元の、その、期間の、半年フリーバスみたいなのがすごく格安で買えるみたいなことをやってる地方路線なんかもあったりしますんで、そのあたりはね、結構、大々的に広告してる場合と、市役所とかの方で、連携して、そういうようなことをやってる場合もあるんで、そういうようなね、やつを使った方もいると思います。実際に、市が補助金を出して、その、半額を補填して、その、利用さ、地域住民の方は買いますよ、みたいなのもあったりするときあるんで、ぜひそのあたりとかをね、見てもらって、好きなね、鉄道会社さんのところでそういうのやってもらったらいいと思います。じゃないかな、なんて思ったりしますけどね。と、鉄道のね、貢献方法をね、語りながらね、私は、まあ、黙々と、まあ、黙々じゃないか。めちゃくちゃ喋ってるから、まあ、粛々と、あっちの方に向かってるわけですよね。めちゃくちゃ、車に向かってますけどね。